ベルベージュの野村です。本日もオンラインでアップされる商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のドレスの方はベルベージュウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が3月の3日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらの方チェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらチャンピオンの T シャツですね。80年代トリコタグの L 表記で88ボディの方ですね。グレーボディに胸に染み込みでプリントがワンポイント入っております。状態としては特に問題になるようなダメージとかは見られないですね。いい状態だと思います。サイズも L 表記というところで、僕はちょうどよく着れるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。もう一点こちらの T シャツですね。タグが金ラッセル、70年代頃のボディですね。サイズが XL のボディで 100% コットンのボディです。で黒ボディなんですけどかなり退色している、本当もチャコールグレーに見えるようないい雰囲気ですね。でプリントの方がこちらラバーですがかなり剥げていて、これもまた雰囲気すごくいい仕上がりかなと思います。背中の方にもナンバリングが入っております。状態としてはそうですね、この辺に少しスレがあるっていうぐらいです。でサイズ XL ではありますが、ちょっとまあ年代も含めっていうところでちょっと作りは小さくて、僕で気持ちいい感じのサイズ感かなと思います。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてムービーティーですね。タグの方は欠損しております。ジム・キャリーの有名なマスクの映画の T シャツですね。でボディの方が紫の色でプリントが緑、そのもうマスクのカラーですね。こちらの方にもプリントが入っております。で状態としてタグは欠損しているっていうぐらいで特にダメージとか見られないです。袖も裾もともにシングルのステッチですね。でタグこそ欠損してはいますがサイズ感は結構大きいですね。しっかり XL ぐらいあって僕でもゆったり着れるようなサイズ感です。アメリカの方でかなり値段も高騰してるみたいですね。お値段の方がこちら39,800円に消費税になります。続いて半袖シャツです。店頭の方で昨日からですね半袖シャツ展開していて、かなり、豪華なラインナップになっているのでぜひご覧に来てください。タグの方がこちらピルグリムのタグがついております。サイズ表記ミディアムの表記ですね。でプルオーバーのタイプになっております。ジッパーの方がこちらのジッパーが使われております。でボタンダウンですね、3点止めではないですが、ストライプのパターンになっております。かなり爽やかな配色ですね。で状態としてもかなりグッドコンディションです。でサイズがミディアムというところではあるので僕だとちょっと、かぶりというところもあって着用自体は正直難しいサイズ感にはなってしまいます。こちらお値段の方ですね、7800円に消費税になります。もう一枚半袖シャツですね。こちらタグの方は欠損しております。ブランドタグが欠損していてこちらのタグが残っております。サイズ表記はちょっと見えないんですけども、ミディアム表記ぐらいかなと思います。 100% コットンのボディですね。でこのチェックの配色もすごく綺麗に入っております。ちょっとユーズの状態で全体に多少ですねこういった汚れだったりはちらほら見られるんですけれども、ダメージ自体は少ないです。サイズ表記ミディアムぐらいかなと、お伝えしたんですけれども、僕だとちょっとピッタピタになるぐらいのサイズ感かなと思います。こちらもお値段ですね、7800円に消費税になります。続いてこちらも半袖シャツですね。こちらの方もすいません、タグは欠損しております。でこちら開きのタイプですねになっていて、肩にエポレットがついているというところです。で全体的にこのプリントですね、その地図になるんですかねがプリントされていてっていうところです。でミリタリーのエアフォースの紋章とかも入ってたりとかしてっていうところですね。でサイズ表記あるとしたらなんですけど、こちらは結構大きそうですね。普通に L から XL ぐらいあるのかなと思います。僕でも全然ゆとりを持って着れるようなサイズ感です。こちらの方ですね、お値段が7800円に消費税になります。続いてこちらもですね、タグがリーのタグがついております。サイズ表記が、こちら XL のレギュラーという表記ですかね。で生地がデニムです。セブンティーズの特徴的な襟の形しております。でピスの方もこちら入っておりますね。デニムの色味自体もかなり濃く残っていてすごく程度もいいです。でサイズも XL の表記っていうところなのでかなり、大きめですね。僕も全然余裕を持って着れるようなサイズ感になっております。お値段の方がこちらも7800円に消費税になります。
続いて長袖ですね、こちらタグの方は欠損しております。でこちらポロシャツみたいな、プルオーバーのタイプですねになっていて、でプリントが、まあ、この書いてある通りなんですけど、スヌーピーとシュローダーのプリントが入っております。でいいのは裏面にも入っているところですね。すごくいいと思います。で状態としても特に目立ったダメージとかは見られないです。細かいところで言うとこういった小穴がポツッとあるぐらいですね。で、まあ、サイズ表記で言うと結構小さめですね。 S 表記ぐらいな感覚ですかね。まあ、70年代ぐらいだと思うのでボディもそれもあってちょっと作りは小さいです。僕だとちょっと着用難しいサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてこちらラガーシャツですね。タグが LLB のタグがついております。サイズは XL の表記です。でモスグリーンの色味に、白の切り返しですね。でこちらバックにも何も入らないタイプ でこちらエルボーなしなんですよ。すごくいいと思います。でこの脇下のみですね、ネイビーの切り返しが入っております。ちょっと変わってます。いいですね。こちら XL というところでもあるので、まあ、作りもかなり大きいです。僕でも相当ゆとりを持って着れるようなサイズ感です。お値段の方がこちら6800円に消費税になります。続いてこちらラルフローレンのシャツですね。タグがこちらになっていて、サイズ表記 XL の表記です。で 100% コットンのボディで黒コーデュロイってところですね。ボタンダウンで胸に紫のスモールポニーおります。でコーデュロイの状態自体もすごく良くて、まだ生地に張りが残っているっていうぐらいのすごいいい状態です。でサイズも XL っていうところですし、まあ、僕もゆとりを持って着れるようなかなり大きいサイズ感です。こちらでお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらも長袖ですね。タグがいいタグですね。ブルックスブラザーズのタグがついております。サイズが15ハーフの表記です。で、いわゆる本当もう白シャツというところなんですけども、この襟の形とかもかなりいい特徴的な形をしております。で、真っ白なボディですけども、目立った汚れとかも特になくいい状態だと思います。で、サイズも15ハーフというところですし、まあ、いわゆる標準的なミディアムぐらいのサイズ感ですよね。僕でも全然着用できるサイズ感です。こちらでお値段の方が7800円に消費税になります。続いてヘビーネグですね。タグの方はこちらのタグがついております。サイズ表記の方はちょっとこちらですね。すみません、L 表記になっております。で、かなり爽やかな高配色のチェックですね。で状態としてはですね、この辺に少しシミ汚れが薄く残ってるっていう状態ではあります。あとまあこの辺とかのチラホラってところですね。ただダメージ自体がほんと少なくて、生地も全然まだまだ着ていけるような状態だと思います。サイズも L 表記というところで、まあ、僕もゆとりを持って着れるようないいサイズ感だと思います。お値段の方ですね、こちら7800円に消費税になります。続いてヴィンテージのシャツですね。タグがこちらの方になっております。サイズはミディアムの表記ですね。で赤とベージュと黒ですかねの配色になっております。で生地が、レーヨンのものですねに織りが入っているパターンになっております。まあ、60年代頃のいいボディですね。特に目立ったダメージとかは見られないです。サイズがミディアム表記というところではあるので、ちょっと僕だと T シャツ1枚でもちょっとピタッとなるようなサイズ感かなと思います。お値段の方ですね、こちら7800円に消費税になります。続いてちょっと寝るシャツに戻ります。タグの方がファイブラザーのタグで、サイズ表記 L 表記ですね。でこちら単色のシャモアの生地なんですけれど もうこの触っていただくと分かるんですけども、本当ワンウォッシュぐらいの程度だと思います。この生地感がすごい柔らかくて気持ちいいですね。でサイズも L 表記、L 表記っていうところなので、まあ、僕でも全然着用できるようなサイズ感です。こちらお値段の方ですね、6800円に消費税になります。続いてセーターですね。こちらカシミヤのセーターになるんですが、タグがバナリパのバナナリパブリックのタグがついております。でサイズ表記は L 表記になっております。でタートルネックのカシミヤですね。でブラックボディってところがもうかなり使い勝手いいのかなと思います。で程度としても特に目立ったダメージなどは見受けられないです。リペアとかも特にないですね。サイズ L 表記というところではありますが、ちょっと縮んでるんですかね。少し僕だとタイトなサイズ感にはなってしまいます。
ちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてカーディガンになるんですが、タグがですねこちらの方についております。このタグですね、しっかりアメリカ製の表記で、サイズ表記はミディアムの表記になっております。で黒ボディにちょっとそうですね、ミックスカラーっぽいような生地感ですかねになっております。で状態としてすごいいい状態です。特にダメージとか汚れも一切ないですね。まあ、年代でいうと80年代頃のものだと思います。サイズ表記ミディアムというところではありますが、まあ、程度も良くて縮みがあんまり出てないと思います。まあ、僕でもギリギリ着用ができるようなサイズ感かなと思います。お値段の方ですね、こちら1万2800円に消費税になります。続いてアクリルカーディガンですね。タグがこちらアイゾットラコステのタグがついている、サイズ表記 XL の表記です。しっかりアメリカ製で、ネイビーボディに、胸にワンポイントこちらワニがいますね。で状態としても特に目立つダメージとかは見受けられないかなと思います。まあ、細かく言うとその全体的に少し毛羽立ってる感じは若干ありますが、全然長く着ていける状態です。サイズも XL というところですかね。かなりゆったり大きめに着れるようなサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらモヘアのカーディガンになります。タグの方はブランドタグですね、欠損していてサイズ表記が残っております。ミディアム表記になっております。でアーガイル柄というかダイヤ柄になるんですかねのものになっていて、すごくいいモヘアだと思います。でタグこそ欠損はしておりますが、状態としてダメージっていうところは見受けられないです。まあ、こういう赤いシミが、まあ、薄くあるぐらいはあるんですけど、まあ、特には気にならないかなと思います。でサイズもミディアム表記っていうところではありますが、割とそんな縮んでないかなっていうところです。まあ、L 表記ぐらいの感覚で着ていただけると思いますね。僕でも中薄めだったら全然着用できるっていうサイズ感です。こちらお値段の方が5万9800円に消費税になります。続いてリバースリーブの紹介です。こちらパーカータイプですね。タグの方が80年代トリコタグの S 表記になっております。で赤の目なしのタイプですね。でしかもハトメも古くていいものですね。フードの入り口とかも特にすれなどはなく、ポケットの付け根ですね、こちらの方も特にダメージとか見受けられない状態です。で他のところっていうところも別に目立った感じは見受けられないですね。ほんと細かいところで言っていくと、この袖の入り口が多少擦れてるぐらいです。サイズ S 表記というところではあるので、僕着用はちょっとできない状態なんですけども、 S 表記自体やっぱ珍しいです。そして目なしのパーカーめちゃめちゃいいですね。お値段の方が1万2800円に消費税になります。続いてこちらもパーカーですね。プリントものです。タグは90年代刺繍タグの XXL の表記ですね。でエンジボディで、状態としてはフードの入り口は特に問題ないです。でプリントがラバーで2段入っております。でポケットのところですね。付け根も少し細かいダメージはちょっとあるんですけども、あとはこの辺ですね。あとは、まあ、袖の方にもちょっとポツッと小穴が開いてたりとかっていう状態です。こちらは大丈夫そうですね。裏面とかは、まあ、色あせがしてるっていうぐらいです。特に大きいダメージは見受けられないですね。サイズも XXL っていうところなので、まあ、かなりゆったり着用ができるようなサイズ感です。お値段の方が1万7800円に消費税になります。続いてベストですね。こちらフィッシングベストになります。タグはこちらの方ですね。でサイズ表記多分こちらについてたのか、ここの紙タグにあったのかというところですが、まあ、そうですね、ミディアムぐらいの表記かなと思います。またデニムのフィッシングベストってかなり珍しいと思います。状態としても特にダメージなどは見受けられないです。ミディアムぐらいだとお伝えしたんですけれども、ちょっと僕だと T シャツ1枚でも少しピタッとなるようなサイズ感だと思います。こちらお値段の方が1万5800円に消費税になります。続いてカーハースのデトロイトになりますね。タグの方がこちらになっております。サイド横の方にタグがつくタイプですね。ちょっとサイズ表記とかも読めない状態になっております。まあ、表記あるとしたらミディアムぐらいの表記かなと思います。でベージュのダックの生地っていうところですね。まあ、それで状態の説明なんですけれども、まあ、まず袖こちらですね、穴が開いてたりとか、
袖の入り口もですねちょっとすれが多くてっていうところと、あとは全体的に少し薄汚れがちらほら見受けられますっていうところですね。でバックの方がこちらですね、ワッペンと刺繍が入ってて、この刺繍多分消されてる感じになってますね、ペンで。でサイズがミディアムぐらいだとはお伝えしたんですけれども、まあ、ちょっと作り上着丈は短いので、僕だとちょっとピタッとなるようなサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらもカーハートですね。タグの方はこちらになっております。サイズ表記 L 表記でメキシコ製のものですね。こちらは黒のダックですね。で状態として特に目立ったダメージとか見受けられないんですが、そのダック特有の少し焼けてる感じとか多少のスレっていうのはあります。どうしてもでサイズが L 表記というところではあるので、まあ、やっぱこの辺は作りは大きいですね。僕でも、ゆとりを持って着れるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてもカーハートですね。タグがこちらの方になっております。サイズ表記の方がこの一番下です、 XL のレギュラー丈になっております。でこちらアブレスブデインメキシコというところなので、メキシコ製のものにはなります。でモスグリーンのダックですね、に襟がコーデュロイの切り返しです。でこちらも特に大きなダメージというのは見受けられないんですけれども、まずそのダック特有のそのスレと色あせの感じは多少見受けられます。で XL のレギュラーというところなので、こちらも僕はゆとりを持って着れるような大きめのサイズ感です。こちらお値段の方ですね、すいません、12,800円に消費税になります。続いてこちらアクティブパーカーですね。タグの方はこちらになっております。メイドインザ USA の表記で XL の表記ですね。でこちらのタグもついていて、もうデッドストックの状態です。まあ、年代こそこのタグなら年代こそ古くはないんですが、かなり希少かなと思います。でブラックのダック、もうこのタグもついているので程度に関してはもう何も言うことはないかなと思います。ピンピンですね。で XL というところもそうですし、かなりゆとりを持って着れるようなサイズ感です。こちらお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットがタグがマクレガーのタグがついております。サイズ表記42ロングの表記ですね。70年代頃のものだと思います。こちらのタロンのジッパーが使われております。で状態としてですね、特に大きなダメージなどもなく、いい状態かなと思います。ほんと細かく言うと、このリブ、この袖と首元のリブが気持ち毛羽立ってるっていうぐらいです。全然気になる人は少ないと思います。サイズも42のロングっていうところですね。僕でも全然ゆとりを持って着れるようなサイズ感です。こちらお値段の方ですね、12,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットなんですけれども、タグの方はこちらバトウィンのタグがついております。70年代頃のものかなと思います。サイズ表記の方はちょっと記載がないんですけれども、そうですね、まあ、L 表記ぐらいの感覚だと思います。でしかもこれに関してはもう完全に無地のタイプです。黒の無地、かなり使い勝手いいと思います。状態としても特にダメージなのを見受けられないです。いいですね。でサイズは L 表記ぐらいだとお伝えしたんですが、まあ、僕でも着用自体は困らないサイズ感だと思います。こちらの方ですね、お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてラルフローレンのスイングトップになります。タグの方はちょっとこちら新しい年代のものですが、サイズが L 表記になっております。で裏地がついているタイプですね。で黒の生地で、胸元にスモールポニーがいます。でこちらもまあユーズの状態なので多少の焼け感とかはありますが、全然ダメ、目立ったダメージは見受けられないですね。サイズも L 表記というところですし、まあ、僕でも全然着用はできるようなサイズ感です。こちらお値段の方ですね、9,800円に消費税になります。続いてこちらバーバリーのコートの紹介になります。タグの方がこちらについております。しっかりメイドインイングランドの表記も残っております。でこちらポケットのところにもタグが残っていて、印字がまだ読み取れる状態です。でステンカラーの形になっております。でユーズの状態ではありますが、全然目立ったダメージとか見受けられないかなと思います。
で、サイズですね、SML でいうと L 表記ぐらいの感覚なのかなと思います。僕でもなんかちょっと薄手のジャケットとかの上に全然羽織れるようなサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてエクアクスのレベル7ですね。タグの方がこちらについております。サイズはミディアムレギュラーの表記になっております。でこちらもユーズド、デッドストックではなくユーズドの状態なんですけれども、かなり綺麗な個体かなと思います。特に黒ずみとかも見受けられず、本当細かくこういったちらっとあるぐらいですね。でサイズもミディアムレギュラーというところなので、かなり使い勝手のいいサイズ感だと思います。僕も私物でミディアムレギュラーで着ているというところですね。かなり使いやすいです。こちらお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらのジャケットなんですけれども、タグの方がですね、こちらの方についております。60年代頃のタウンクラフトのタグがついております。で形がいわゆるノーフォークジャケットになります。サイズ表記あるとすると、まあ、36ぐらいの感じだと思います。かなり細身の作りですね。でウールのものではありますが、程度はかなりいいです。でグレーベースにその、まあ、ネップっぽいような感じでいろんな色が混ざり込んでますね。でサイズは36ぐらいだとお伝えはしたんですけれど、どうしよう、僕だとちょっと身幅がきっつい感じになってしまいます。こちらお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらの方が60年代頃のシアーズのタグがついております。サイズ40の表記ですね。でこちら太うねコーデュロイに、襟の方がショールになっていて、リブがついているタイプですね。でくるみのボタンが採用されていてっていうところです。状態としても特に問題になるようなダメージとかは見受けられないです。コーデュロイが少し焦ってる感じとかはありますが、全然まだまだ着ていける状態かなと思います。でサイズも40っていうところなので、まあ、僕も全然着用はできるようなサイズ感です。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税になります。続いてこちら501 WX の紹介です。 WX なので隠しリベットがついております。でスレーキのリベットはシルバーのものになっております。で裏面ですね、こちら、紙パッチになっていて、ちょっとなくなっている部分もあるんですが一応残っています。でセンターループギャラなしの年代になりますね。でこちらも状態を見ていきたいんですけれども、まずポケットの入り口多少擦れていてっていう状態です。であとはこの、まあ、太もも部分ですね、リペアが施されていて、あと股下の方もそうですね、多少リペアがあって、あとは少しこの横糸が出ちゃってるところがあるっていうぐらいです。で左足に関してもちょっとしたポツッとリペアがあります。で膝部分に関しては特に問題なさそうですね。でレングスに関してもオリジナルのものではあります。で多少擦れてる感じと、この、まあ、折りじわが折り線がついてるっていうところがあります。で裏面ですね、こちらの感じも、バックポケットがこういった感じで少しダメージが来ているところはあります。赤タブもちょっと擦れてはいますがギリギリ残っています。でこのお尻のところですね、結構大きめにリペアが施されてあります、まあ、ただかなり丁寧に直されています。で蜂の巣がすごい雰囲気いいですね。こういった感じに仕上がってます。実寸のサイズになるんですけれども、ウエスト30インチ、レングスが31インチです。まあ、僕がギリギリ履けるようなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が12万8000円に消費税になります。続いてこちら 506WX になります。いわゆるファーストですね。でパッチの方は綺麗になくなっている状態です。で赤タブですね。こちらの方にかなり上目についている赤タブ残っております。でこちらですね、プリーツとボタンの位置もずれていて、裏面ですね、バックルは針のタイプです。でこちらオールイエローステッチになるので、まあ、いわゆる47年モデルというところになりますね。めちゃめちゃいいと思います。そのプリーツのステッチが抜けていたりとかっていうのはあったりするんですが、かなり雰囲気あっていいと思います。で袖口の感じとかもこう擦れてるところとかはありますが、なんか目立ったような感じにはなっていないです。いいですね。で
襟元の方ですね、もう特にダメージなどはまだ着ていなく、いい状態かなと思います。これリアルに着れる一着っていうところですね、すごくいいと思います。でサイズ感がですね、こちら実寸で、38ぐらいです、まあ、パッチ表記がパッチが残ってて表記が読めるとすると40の表記かなと思います。僕は T シャツ1枚でちょっとピッタピタでギリギリっていうサイズ感だと思います、うん、こちらの方でお値段ですね、90万円に消費税になります。店頭の方で半袖シャツとあと T シャツも結構多めに、補充してあるので皆さんのご来店お待ちしております。